在日イタリア商工会議所は11月9日イタリア料理コンクール第5回グランコンコルソリクチーナ2015を東京ガス汐留厨房ショールームで開催しました。このコンクールは日本国内でイタリア料理を担う新しいシェフの発掘やイタリア料理の知識向上普及を目的にしたもので、最優秀者にはイタリア往復航空券とルッカイタリア料理学院本科コース5日間の受講券がプレゼントされます。ファントニ・ダビデ事務局長にお聞きしました。今日は今ここではファイナルだから8人で全国ですね。で今回がまあ北海道とか福島県からも参加してきたのシェフもいます。若手のシェフが日本でイタリア、そうイタリア料理をこれから促進する。この日は全国から予選を勝ち抜いてきた8名が2グループに分かれ最終実技に挑戦しました。選考ポイントは味付け、指定された食材との相性、創造性、盛り付けなどで、持ち時間50分をフルに使い料理を完成させました。審査委員はジャンルカテスタ氏、原浩二氏などで、今回からジャーナリスト賞も新たに設けられました。みんなではニュージェネレーションね、新しいのシェフ、日本人は素晴らしい。たまにね、クレノパスタはちょっと硬かった、アルデンテすぎるけど、は味は素晴らしいですよ。最終審査の結果、見事最優秀賞に選ばれたのは野崎みどりさん。野崎さんは初の女性の決勝進出者で、女性初の最優秀賞です。第2位に選ばれたのは札幌市からの出場、平野優也さん。第3位は東京出身の内野君雄さん。野崎さんに喜びの声をお聞きしました。いや、もう緊張しちゃったんでどうなるかと思ったんですけど、なんとか、そうですね、もうこれからも一生イタリア料理のシェフとしてやっていきたいです。特にコンテストという、まあ、特殊性がありまして、今回ショートパスタが日本人にしては非常にメニューの中に多いのが一つの特徴だと思います。まあ、イタリアから輸入されているパスタの中ではナンバーワンのシェアをいただいております。これは、ね、イタリアのチーズになりまして、イタリアでも135年ほど前に創業した老舗のメーカーになります。イタリアではシェアはナンバーワンのブランドでして、イタリアの中では非常に有名なチーズなんですけれども、実際日本では小売りというよりも業務レストランさんを中心に今展開しているブランドですね。皆さん気づかないうちに食べられてるんじゃないかなと思いま